キャンプが楽しいだけじゃなくて、危険もあるって伝えたかったんだな。そっか。さすがキャンプマンだね。楽観的だな。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、この、ね、私ら YSP クラブの前にも、そういえばずっとクエストで撮ったけん、これ、やっていきたいと思います。お前たち、キャンプに興味はないか？キャンプ同好会に企画で、キャンプ仲間を募集してるんだけど、集まらなくてね。その名もズバリ、FST でキャンプを楽しもう。FST ってなんだ？どうだい？ものすっごくワクワクしないか？その略は何？普通に使われてる言葉なの？大自然の中で食べるキャンプ飯はとにかく絶品だぞ。ほらほら、参加したくなってきただろ。湖畔の音量、ウォーキングデッド。え？ウォーキングデッド？めっちゃ出てきたやつやん。え、あのゴミのとこにいっぱい出てきたよね。え、違ったっけ？影の忍からキャンプのお誘いが。何でも仲間を募集しても集まらないらしい。大自然の中で食べるキャンプ飯は絶品。ぜひとも参加してみよう。てんてんてんが気になる。影の忍と一緒にキャンプに参加しよう。滝行の精神、滝行をさせられるんかな。調査開始。よし、かかった。じゃない。気にするな。え、うわ、なに、罠？ちょうど明日以降に予定しているキャンプの定員に十分な空きがあるんだ。十分だね。ああ。明日以降になったらキャンプエリアまで来てくれ。必ず後悔させて、じゃなくて、後悔させないキャンプにしてみせる。何？なんか怖っ。クエスト、湖畔の音量、ウォーキングデッド発生。調査を開始しよう。ってことは？キャンプ同好会のイベントか。寝に帰らんといかん感じかな。面白いかもしれないね。そもそもキャンプって楽しいの？明日以降になったらキャンプエリアまで来てくれ。最高の楽しいキャンプにしよう。うん、ってことらしいね。じゃあ一旦帰ろう。楽しそうじゃないですか？でも、確かに何？敏感学校的なの、ああいうのは楽しいよ。まずいっしょ。別に怖いとかじゃない。はい、宿舎に帰ります。え、てか、キャンプエリアってどこ？キャンプエリアってどこ？牧場とかあるとこ違うよね、あれは。とりあえず一旦寝ます。お帰りなさいませ。今日はもうお部屋で休みますか？もう寝ます。めっちゃ早寝。やばすぎる。確実に夜中起きるやつ。これで OK かな。リアルタイムの一日かな。ちょっととりあえず、あ、まずは学校か。ふう、登校しますか。登校していきますか。あれやね、朝一番、家出て一番に見るマンホールは、トグロスっていうのはすごく嫌やねん。てか、この、一日の始まりが学校からっていうのはあんまり慣れんのやけど、私。わかる？わかる？なんか、フリースタイルタイムやっけ？あの時間帯に、フリースタイルタイム？ FST、キャンプ？そういうこと？そういうことか。今、わかったよ。よし、来たー。で、キャンプエリアって飛べるかな？これか！ワイワイキャンプ場？あ、なんかびっくりマークある。これか、目的地。なるほど。ってことは、一旦通り過ぎてここまで飛ぶね。飛びまーす。行くですねー。そっか、ここキャンプ場やったんか。今初めて知るやつ。どっち？方向がよくわからない。あ、こっちか。はぁ、上も下もわからず。なんか二つびっくりマークがある。ん？何？何？あいつらもキャンプか？にしちゃ格好が妙だな。研究者っぽくない？なんか揉めてるみたいだけど。なんだろう？何かあったのかな？研究者っぽい？いや、この見た目ではよくわからないな。メガネをかけているということぐらいしか、どっちに話しかけても一緒かな。なんでだ、別にいいだろ。僕はキャンプのプロなんだぞ。こっちも水生生物のプロなんだ。勝手なことをされては困る。なあ。なんかあったのか？早くキャンプしようぜ。ああ。それが、そこの水生生物研究部は、キャンプをやめろって言うんだ。うん。危険な生物が出るってこと？この湖で目撃された謎の巨大生物、YC の調査中だからだ。なるほど、調査の邪魔をするなということか。YC、そういえば Y チャンネルで話題になってた。キャンプをされては調査の邪魔になる。それに何より、君たちが危ない。
だが、どうしても、今、キャンプがやりたいんだ。そこまで？ここは僕の意地にかけても、引き下がるわけにはいかない。ああ！そうだ、負けられない戦いがそこにある。命をかけて、俺たちのキャンプを守るぞ。あはは。大げさすぎじゃない？仕方ないな。だったら条件がある。うん。調査の結果、YC の鉱物が判明した。その鉱物を揃えて持ってきてほしい。ほう。その鉱物で YC をおびき寄せ、キャンプ地から話せば安全だろう。え？なんで鉱物わかったんやろ。話す？待て、この場所でないと。そんな勝手なことをするな。何？ YC に遭遇させたがっとるってことかな。え？なんで？そうか。野生に餌をあげるのは禁物。さすがキャンプの殺人、気が回る。その通りだお前たち。それもキャンプのイロハなのだ。何を企んでるんだ？あげても問題ないことは調査済みだ。鉱物をくれなければここは倒産ぞ。倒産って言われてもそっちさ、湖しかなくない？キャンプするんなら別にこのね、右側だけでいい気がするけど。やるしかないみたいだな。な、キャンプマン。なあ。で、何持ってくればいいんだ？うん。それは、ピチピチフィッシュ3つと、イクラおにぎり2つと、海の幸どっさりパエリア1つだ。え？そんなもの？シーフードだらけだし、これが鉱物ってどんな魚？まあ、サメも小魚たち食べるし、そんな感覚？よーし！そんじゃ待ってよ。ちょっと持ってくるから。こんなはずでは。でもまああれか、YC、魚とは限らんし。てか持っとんじゃないかな。わからんけど。そこまでしてキャンプがしたいとは。その情熱をもっと有意義な活動に。いや、僕が言うべきことじゃないな。僕っ子。では、集めたものを渡してくれるか？オッケー。よし、いいだろう。僕の研究に間違いはない。はず。研究にはずとかダメじゃない？あ、あったんかな？どうだ？持ってきたぞ。YC の鉱物。うん。ありがとう。では、早速 YC に。なんだ？来た？ YC。なになに？わぁ！出てきてしまった。なんで計画通りに行かないんだ。どういう計画よ。あ、そっか。あれよね、ウォーキングデッドが出てくるんやったっけ。なにこの魚、足生えてるんだけど。こんなんやったっけ、見た目。かかってこいわ、YC。今日は魚バーベキューだ。食べたくない。あれはまずいと思うよ。気持ち悪いから食べたくない。ウォーキングデッド。来た来たー。とりあえず。なんだこの匂いは。腐った魚の音量？うわぁ、絶対嫌やん。食べれんやん、確実に腐っとるとか。あれじゃないよね、YC。違うよね。はい、来たブルームーン。イエーイ。おいっす。爆炎波。やっぱり圧倒的にスピードが違う気がする。メラすごい動かしにくかったもん。あ、ちょっと待って、近くじゃないか、なんか。陽気なパーン。何回やってもね、慣れないっすね。いけよ、爆炎波。届いてないやん。逃げられないよ。アイシクルウィンド。こんなところ。メガモヒコムがうろついている。待って、敵どこ行った？あ、こっちの方か。私が奥に行きすぎとったんやね。え、てかみんなも奥に行っとるやん、めっちゃ。超行っとるやん。イエイ、妖撃派。腹が決まったね。なんか木がすごく邪魔。キャンプ場だからしょうがないかもしれないけど、すごく邪魔。なんかランクアップせんかったよ。イエイ、決まったね。なんかどんどん増えてきよる。めっちゃ湧いて出てくるやん。絶対最初に出てきたやつ倒したよね。爆炎派。お、なんかさらにでかいのが、ウォーキングデッドファイナル。え？ウォーキングデッドファイナルやって。シリーズ的な、妖撃派。なんか通り越して湖に落ちようんだけど。関係ないとこに行ってる。うわ、何？なんか痺れたよ。痺れになった。よし、行くぜ。遠かった。そうだった。アイシクルウィンドウ、どんどん見えんとこ行くやん。ちょっと
クエン波でこんがりと。ちょっとみんな集まりすぎじゃない？危ないよ。どういうどういう、うわなんか吹っ飛ばされそう自分らが吹っ飛ばされそう。技溜まって陽気なバーム。よくみんなこんな近くで応援しよるね。確実に危険やし気持ち悪いし全然見たくないんやけど。ナイスファインド。あの技切り刻んでそうじゃない、なんか。あ、なんか相手持ちなかった今。君がいる。はい、ヒロミ。爆炎波。あっという間に半分以下になったぜ。妙撃波。あ、なんか周りのちっこいやつらいつの間にかやっつけとるね。その分のアイテムやったんかな、拾ったの。え、あ、びっくりした。技が使えんと思ったら変身が解けていた。そう、殴るしか殴るしか。頑張るぜ頑張るぜ。何このマーク、回復関係ないのか。誰かの技のやつ。いやなんかさ、自分でメダル、技メダルとかセットしてもさ、基本的に人兵しか動かさんけん、全然何が何だか分からんけどねどんな技なんだかとか言う。おしこいぐるーるー、はい、きたわ。届かんかったあーえ、なんかめっちゃ走りはいいけど、なに今の。ねえ、私全然関係ないとこおる全然関係ないとこにおって、最後アイテムだけ拾っていくもうないいアイテム。ふぅー、オッケー。なんか雨が降り始めた。 YC 釣り大会の優勝は俺だぜ。いやいや、そういうのじゃないから。 YC って結局あれやったん、あれは？ご飯を捧げた後ですか、あれ。 Y メダル、ご飯の音量、ウォーキングデッドを手に入れた。ねえ、なんかめっちゃ困った顔してるけど、 YC の正体は魚の音量だったんだね。よし、 YC の謎も解けたし、これでキャンプできるな。ねえ、うん、怖いんだけど、また音量出てきたらどうするの。まあでも Y チャンネル見たらわかるけど、めちゃくちゃ常にその辺に音量いるよねそんなこともある。それがキャンプってやつだ。そういうものかな。そんな僕の計画が。何計画って。だからあのさ、やろうぜキャンプマン、レッツキャンプ、ゴーキャンプ。もうキャンプはいいんだ。おい、誘っといて何なんだ。え、どうしたんだろう、あんなにキャンプしたがったのに。そうか、わかったぞ。これはキャンプマンからの試練だったんだキャンプが楽しいだけじゃなくて危険もあるって伝えたかったんだな。そっか、さすがキャンプマンだね。楽観的だな。いやー驚いたよ、まさか YC が。うん、我々も知らない新種の水生生物だったとは。音量だよあれ。いや、あれは魚の音量で。音量？君こそ何を言っているのだ。あれは未知の巨大魚に違いない貴重なデータを得られたお礼に君たちにはこれをあげよう。お？そっちからお礼がもらえるの？え、かわいい！ギュギュギュニット帽を手に入れた魚くんやん。魚を愛する人々に捧げる本を手に入れた。何それ、めっちゃ付箋貼っとるけど、中古？新品じゃなくて？おお、ありがとな。もらえるもんはもらっとくぜ。うん。それでは我々は巨大魚の研究を続けるとしよう。勘違いだけど、信じてくれそうにはないね。クエスト、ご飯の音量、ウォーキングデッド、バッチリ解決。倒した剣もうおらんのじゃない？研究しても。お？あ、そっか、こいつらのところにおったんやっけ。本当に申し訳ございません。失敗してしまいました。襲わせるつもり、あ、なんか、右上の方におる。あの、湖に忍ばせたウォーキングデッドを、奴らが油断した隙に差し向けるつもりが。あ、え、ここが放流しとったってこと？餌に釣られて出てしまい、倒されてしまう羽目に。あ、やっぱあの餌を放った後なんやね。言い訳はいいから、しっかりしてよね。ちゃんと懲らしめることができたら。
副委員長の座をあなたにあげてもいいと思ってるんだから。え、本当ですか？次こそは必ず。ハケの忍ってなんか前にもなんかのリじゃないクエストであったよね。何のクエストの子やった、あの子。ちょっと忘れたけど。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。てか、めっちゃ明るいのに途中から雨降ってきたけど、天気雨ってことかな。え、普段曇っとったよね、雨の時。ちょっと、記憶が曖昧やけど。